え、全体的にめっちゃ体力少ないんやけど、回復してきてないってことか。え、違うわ、経験値やったこれ。ほい、ということで今回もやっていきたいと思います。訓練場に来いって言ったよね、テルが。お、相変わらずいるね、ケムソ。ちゃんと一応ああいう変化があるのいいよね。なにこれ、トゲピーや、トゲピー。ただこの文字はなんて書いてあるんかわからんのやね。どっち向きなんかもよくわからん。まあ、多分こっち向きやろうけど。これ何屋さん？交換屋は落とし物を見つけた FP での道具交換やポケモンを交換できます。FP って何だろうか。いらっしゃい。ご用件は何かしら？あ、今のはこの人が喋ったんじゃなくって説明。説明を聞く。何の説明を聞きたいのかしら。ポケモン交換？近くの人や遠くの人とポケモンを交換することができます。あ、そういうのもちゃんとあるんやね、これでも。道具引き換え。落とし物通信で集めたフレンドリーポイント。あ、FP、フレンドリーポイント。道具に交換することができます。へぇー。ね、そこでなんか、井戸みたいなの覗き込みよる人が気になる。寄り道しまくるやつ。あ、全然井戸じゃなかった。いつも感謝。ほこら？お守りばあさんから持っているとご利益のあるお守りを買えます。ことぶき村も持ってくれるお守り石に感謝しているんだよ。お守り石に何を願うと言うんだい？え、何？お守りについて聞きたいんだけど。うせものを防ぎたいなら身代わりお守り。気を失った時、なぜか他の道具よりも先に消えてしまう不思議なお守りさ。へぇ。情報を願うなら安全お守り。気を失いにくくする効果を秘めた不思議なお守りさ。健康を祈願するなら健康お守り。ポケモンの技により状態異常を回避する効果を秘めた不思議なお守りさ。わかったかい？さあ、お守り石に何を願うかね。じゃあ、丈夫かな。それならこの守りだね。3000円で譲るけどいいかい？金がいるの。まあまあまあ、そうか。いいです。おや、そうかい。まあ自分の力を信じてやってみな。他にも願うことはあるかい？いや、大丈夫です。そうだね。自分の力を信じてやってみな。ちょっと今まだそんなにお金に余裕がないのでやめておきます。あ、来たよ来たよ。寄り道いっぱいしたけど。悪いな、足止めをして。ううん、全然。正直に言うぜ。何を？ポケモンを戦わせるなんて無理だろ。いや、俺だって調査隊だし、相棒はいるけどさ。ほう。あ、見せてやるよ、俺の相棒。え、ピカチュウ？いいやん。相棒のピカチュウだ。コリンクに襲われた時も、こいつと共に戦えばよかったけど、頭が真っ白になって。あ、ポケモンがかわいそうやけん。とかじゃなくて？普通に、どうやってやればいいかわからんとかそういうこと？それに正直、ポケモンって怖いだろ？なんでこいつエレキを出せるんだよ。まあ、そういうものだからな。ビガー。だけど、図鑑タスクをこなすお前を見ていたら、相棒と力を合わせないと、調査隊の仕事もままならないなって。だから、俺が一歩踏み出すために勝負だ。なるほど。そういう感じね。調査隊のテルが勝負を仕掛けてきた。私は全然戦えるけどね。何、いつの間にもう一回しまったんすか。いいな、ピカチュウ。そのうち野生のピカチュウ出てくるかな。思うんやけどさ、私めっちゃ動き回るけど、相手全然動かんとね。まあでも基本的にはそういう感じなんやろうけど。何それ、力技？え、一発。強えじゃねえか。おい、強えじゃねえか。待って、コリンクで行くわ、じゃあ。同じ電気同士。噛みつく。噛みつく。よっしゃ、オッケー。決着。お前とポケモン、心が通い合ってるみたいだな。そうなのかしら？わからんけども。
すごいよな。お前と相棒の戦い方、戦うことを恐れていない感じだ。うん、まあ多分、おそらく、ね。あの、ポケモンがおるのが当たり前の世界からやってきたけんね。俺たちも頑張っていこうな。頼むぜ、ピカチュウ。うわぁ、めっちゃそっぽ向かれよる。そうだった。こいつもすぐ襲ってくるから、ボールに入れっぱなしだったんだ。え全然心通い合ってないんよね。仲良くなるところから始めないとな。でもちゃんと戦いの時は言うこと聞きよってやん。そうだ、博士が教えてくれたけれど、ポケモンにはタイプってのがあって、勝負の有利不利に関わるらしい。知ってるよ。ちなみに俺のピカチュウは電気タイプらしいんだ。まあ、エレキを出すって言うんだからね。ポケモンや技にはタイプが備わっています。それぞれの相性によって技の効果が抜群や今一つとなり、ポケモンが受けるダメージが増減します。懐かしい、なんかこういう感じのタイプの相性表みたいな、小学生ぐらいの時にめちゃくちゃ見ながらやりよった。あの、一番初めにポケモンをやった時。例えば、炎タイプは草タイプに強く、草タイプは水タイプに強く、水タイプは炎タイプに強いです。あんただね、噂の新人は。おー、なに？すごいガタイのいい感じの人来た。私はペリーラ、警備隊の隊長だよ。警備隊？あんたの戦い、なかなかに筋がいい。ちょいと指南したくなってね。お。ペリラさんはポケモン戦わせる小武道の師範でもあるんだ。小武道って言うんや、ポケモン戦わせるの。ポケモンは使う技を極めると、技の質を変えることができるんだ。質？どういうこと？一つは力技。あー、さっきピカチュウが出しよったやつ。技を繰り出すのは遅くなるが、その分威力は増す。もう一つは早技。こちらは威力は下がるが、早く行動できるようになる。場合によっては相手が行動する前に2回攻撃できるかもな。でもまあめちゃくちゃ威力が弱くなるっていうんやったらあれやけど、そこそこぐらいやったら回数こなした方がいい時もあるのでは。早技、力技、そして普通の技は切り替えを左右で指示すればいい。ふんふん。回転マークがついた技は LR ボタンまたは左右ボタンで早技、力技に切り替えて使えます。これらはポケモンレベルが上がった時自然と身につくことがあります。あー、なんか回転ってちょいちょいレベルが上がった時に出てきよるよね。なんか早技、技の威力が下がる、自分の行動順が速くなりやすい、いつもより多く BP を使う。あ、マジで？そうなんや。力技、技の威力が上がる、自分の行動力が遅くなりやすい、いつもより多く BP を使う。うん、なるほどね。ポイント自体はどっちでも多く使うんよね。あと、ポケモンに強い技を伝授したいなら、私に声をかけてくれ。ん？ヨネさんに会う前にいいことを教わったな。芋づる亭で話しただろ？ヨネさんの依頼を受けに行くんだ。ヨネさんとは大使宅の先で会うから、お前も用意してきてくれよ。用意って連れているポケモンを確認して、技を覚えさせたりとかだよ。ここでなんか技を教えてくれるってこと？ヨネの依頼。まあ、なんか昔っぽい雰囲気やけん、要は技マシンとか秘伝マシンがない代わりに人から教えてもらうってことかな。訓練場ではポケモンに技を教えたり、回転させたりできます。よう、調査隊の、私に何か用かい？ほう、技の伝授を。どのポケモンだい？どうやって教えてくれるんやろ？てか何の技を教えてくれるんやろ？火の嵐で。この3種類うわ、お金がいる。何をするにもお金はいるんすね。つばめ。ね、つばめ返しさ、ムックルに教えても、もらおうや。ムックル、ムックル。待って、なんか個体差あるんかな？攻撃。こっちの方が強そう。じゃ、ムックルに、え？なんか変わったんですけど。何？ポケモンによって変わるってこと？んってこったい。怪しい風。何怪しい風って、なんか面白いね。教えてもらおう。伝授する。1000円で選んだ技をムックルに伝授するぞ。お願いします。行くぞ。せいや。ムックルは新たな技を覚えられるようになった。おー。え、ポケモンによるってことよね。なんか、開けるたびに違うとかじゃないよね。あー、違うね。なるほど。ってことは他、コリンク。雷の牙。やっぱさ、そのタイプの技を教えていただきたいんよね。それぞれ。
もう聞いたことない技名や、雷の牙。あとは、かちょっとポケモン入れ替えたいんやけど、ふわんって連れて行きたいの。どうやって連れて行くんやろ、これ。いまいち把握できてないんやけど。ブイゼル。ビッパは？ビッパにスピードスターを。お金がかかるね。いやでも強くするためやけんね。うん、ゆきゆき。でさ、ポケモン、他に用はあるかい？いや、大丈夫です。ポケモン。違うわ。何をどうやってやればいいんかな。ここじゃなくて、ブイゼル、ムックル、あ、そう、ムックルよ、ムックル。ムックルをね、入れ替えたいんだけど、牧場って言ったよね。ね、牧場はどこ？違う。どれだ？これか？牧場ってどこですかね？写真や宿舎、銀河団本部、交換や訓練所。あ、これもしかしてさ、自分が行った場所しか記録されてないかな。これか？放牧場？おそらくこれだと思われる。向かいますか。待って。めっちゃ遅かった。放牧場、放牧場。ここか。で？あっちから行った方が早かった。で、ここに捕まえたやつは全部入っていきよるってこと？あ、なんかポケモンおるね。これ私が捕まえた子たち？なんかな？わからん。放牧場では捕まえたポケモンを預けたり、手持ちのポケモンを変更したりできます。さて、ポケモンを預けていくかい？うん。じゃあね。このムックルを、移動するでいいんか。なるほど。不安って連れて行こうっと。調査、頑張ってね。ありがとうございます。よし、それじゃあ、行きますか。どこに向かえばいいんやっけ？あ、そこか。こっちから戻った方が早いね。あ、村の出口の近くの橋を渡ればいい。うん、覚えとこう。じゃ、出発しまーす。外に出るのか？気をつけてな。はい。原野ベースに移動。で、依頼って何？まだ内容は聞いてないっけ？わっ！びっくりした。って、誰って思った一瞬。どうです？驚きましたか？驚きましたよね。だって驚かせたのですから。驚かせても、こっちは驚かんこともあると思うけど。いいですか？ポケモンを捕まえるときの秘技がありまして。秘技、背面取りの術。ポケモンの背面にボールを当てることで驚かせ、捕まえやすくなったり、戦いも有利になるんですよ。ポケモンの背面からボールを当てると、捕まえやすさが上がったり、戦闘で不意をつくことができます。このテクニックを背面取りと呼びます。ふんふん。ポケモン図鑑を作ろうとしている調査隊であれば、翡翠地方にいる全てのポケモンに出会うかもしれません。自分はその日を楽しみにしていますよ。やっぱりこの人ね、なんかね、顔がイケメンやのに、チンチクリンな格好してるなぁとしか思えんねよね。いいキノコのレシピある？何？君は空から落ちてきた有名な調査隊員。聞いてくれ。素晴らしい寄せ玉レシピがあるんだよ。寄せ玉レシピ？キノコ狩り歴20年の僕が思考の末に思いついた。何歳なの君？キノコ寄せ玉。だが、誰もレシピの良さに気づいてくれない。まあ、でも、キノコ狩りやけんね。子供の頃からでもできるもんね。20何年。君のような有名人が使えば、みんなも気になるだろう。作り方を教えるから、キノコ寄せ玉は有名にしてほしい。キノコレシピを習得する者は、自らの手でキノコ狩りをすべし。さあ、もちもちキノコは1個取ってきてくれ。キノコ寄せ玉の広告塔を、もちもちキノコ。もちもちキノコとは、
サブクエめっちゃいっぱいある気がする。リロロロ、何、なんかの鳴き声真似してんの？豊かな響きの音色、どうやって鳴らしているのかしら。ん？音色？あら調査隊、タイミングがいいわ。あなたに頼みたいことがあるの。コロ帽子のことをもっと詳しく知りたいのよ。あなたも音色の秘密気になるでしょ。コロ帽子の図鑑が完成したら見せて。草原の音色。コロ帽子って私見たことある？いや、なんかね、名前自体はさ、そんななんか珍しい感じではない、なんとなくわかるような気がするんやけど、でも何も姿が思い浮かばんのよね。私見たことないポケモンかな、コロ帽子。虫？虫系？秋によく出てくるような虫系ですかね。私キノコ今まで取ったことないよね。ある？キノコ、まあ、とりあえず探しつつ行きますかね。あ、おった。うん、一緒におるのゴンベやん。どうも。橋の先に住むと強いポケモンが多く生息しており危ないのだ。団員ランクが一つ星以上ならって、お前のランクなら住めるのか。だが油断するなよ。ピンチになれば安全な場所で休むのだ。安全な場所っていうのがちゃんとあるんよね。ゴンベゴンベ、かわいい。おい、こっちだ。あ、どうも。アユナです。へえ、新顔だね。まあいいや。とにかく来たってことは相談に乗るってことなんだろ？まあ一応、知らんけど。私は混合団キャプテンのヨネ。混合団やキャプテンについてはいずれ説明するでいいよね。すごい、おばあちゃんみたいな感じかと思ったけど全然違ったわ、名前的に。片付けてほしい要件があってね。さっさと話を進めたいのさ。あんた、自信はあるかい？ポケモンを戦わせる腕前の。いや、ないけど別に。まあいいさ、準備をしてからおいで。なんか今から戦いそうな雰囲気やね。数はおるけん大丈夫ということであります。そりゃよかった。あんたのところの警備隊の若造では歯が立たなかったからさ。横にいるのは相棒のゴンベ。兄弟のように一緒に育った中で、あんたらのようにおかしなボールで捉えなくても共に戦ってくれるよ。あ、自然と。なるほど。あ、いいね、大あくび。のんびりした感じ。あ、もう早速戦闘？どういう戦闘の入り方？全然そういう雰囲気なかったけど。あ、やっぱりそういう感じか。レベルが10以上。あ、力技！そして背中を向けてしまった。効果抜群やん、マジか。あ、岩タイプの技ってこと？くっ。何、転がるに熱中しているって。不安定とかやったらさ、避けれるんやない？そんなことない。ゴンベって何系？ノーマルじゃないの？不安定。ちょ、待ってね。ん？とりあえず不安定出してみよう。レベルめっちゃ低いけど。え、てか全体的になんか体力めっちゃ減ってない？回復してないってことか。なんてことだよね、リキ。いや、レベル差があるからね。レベル、効果抜群やし、マジで。めっちゃ普通に効果抜群やった。不安定やったら効かんかなって思ったんやけど、そんなことなかったね。え、全体的にめっちゃ体力少ないんやけど。回復してきてないってことか。え、違うわ。経験値やった、これ。経験値やった。びっくりした。こんなに体力減ったっけって思ったわ、ちょっと。あー、焦る。そんな体力減っとるわけないよね。あ、これが力技いけるやつや。電光石火。電光石火。いい感じに押せた。もう一回力技いってみよう。え、力技で2回連続いけたけど。早技じゃないのにいけたけど。耐えた。耐えたね。
しゃ。おっしゃ、行ったね。イエーイ。その1体だけ？あ、よかった。3体目の犠牲が出ずに済んだ。ゴンヌ。ゴンベに勝つなんて、あんたただ者じゃないね。そんな？ゴンベもご苦労さん。さ、戦ったポケモンたちを元気にしてやるよ。あ、ありがとう、回復もしてくれる。いいものをあげるよ。あんたらクラフトといって材料からあれこれ作るんだろ？うんうん。そうらしい。まだそんな作ってないんだけどね。アイノは元気のつぼみを5個手に入れた。あんたとポケモンが息を合わせて戦う姿が良かった。元気のつぼみってあれか、元気のかけらとか作るやつやったっけ。まるで英雄だな。小さい頃に昔話で聞いた伝説の英雄。決めた。あんたに依頼する。内容は獅子の高台を荒らす親分退治さ。親分？親分というのはとにかくでっかいポケモンのこと。獅子の高台に来てくれるよね。まあまあまあ。何？スマホ？アルセウスフォンが反応している。お前の変なそれ、行き先を示してるのか。マップ？あんたの地図洒落てるね。銀河団の技術ってやつかい？確かにあちらが獅子の高台。その地図の通りだよ。じゃあ任せたぜ。お前なら親分も平気だって。レベル15ぐらいは行くかな。調査隊の進化、大したもんだよね。ありがとうございます。ところで、あんた新王様はご存知かい？新王様？さあ、新王地方とか今まであったよね。関係ないかな。仕方ないよね。簡単に教えるよ。新王様は時間を操り、宇宙を作られたとされている。結果、翡翠の大地が生まれ、ポケモンたちが暮らせるようになった。そんなすごい新王様を崇めるため、海を越え、翡翠地方に集まり、定住し始めたのが金剛団。もっとも、新王様が遥か昔にお隠れになられ、滅多に姿を現さないとのこと。ことじゃない、話。だが、未だに新王様にゆかりのあるポケモンたちはいる。その世話をするのが、私たちキャプテンというわけ。新王様にゆかりのあるポケモン？獅子の高台に姿を見せるポケモンも、新王様の加護を得た、ポケモンの血を引いているんだよ。じゃあやっつけたらいかんのやない、大丈夫なの。さあ行くよ。親分のことではないの？まあ、どっちにしろ嵐音やったら止めんといかんのか。ほい、ということで、じゃあ今回はこの辺で終わりにしたいと思います。最後まで見てくださってありがとうございます。よろしければチャンネル登録、グッドボタン、ツイッターフォローお願いします。最初から見てもいいよという方は動画の概要欄に再生リストのリンクを貼ってますのでそちらからどうぞ。いつもたくさんのコメントありがとうございます。また次回の動画でお会いしましょう。またねー。